シタ住スメルボルン市電 C 型電車 C 型はオーストラリアメルボルンの路面電車であるメルボルン市電に在籍する電車の位置形式同市電における初の超低小電車で C1 型と呼ばれる場合もあるオーストラリアの大都市メルボルンに世界最大規模の路面電車路線網を有するメルボルン市電は長年公営組織によって運営されていたが競争の原理を用いることで サービス向上を図るため、1990年代以降、段階を経て2社の民間組織へ列車の運営権が分割された。それ以降、両社は施設の改修や新型電車の投入などによる近代化を実施したが、そのうちアラトラムが導入したメルボルン市電発の超低床電車が C 型である。C 型はアルストムが世界規模で展開する。 路面電車車両ブランドシタディスの一つで、その中でも中央部にフローティング車体を有する両運転台3車体、連接車のシタディス202と呼ばれる形態が採用されている。このシタディス202は、車内全体が床上高さ 350mm の100%低床構造となっており、オーストラリアの障害者差別禁止法に完全に準拠している。導入に際しては、 ビクトリア州からの資金提供を受けており、車体や機器の製造はフランスで実施された一方、最終組み立てはオーストラリア本土で行われた。2001年に最初の車両が完成し、同年10月から営業運転を開始した。その後は2002年までに合計36両が導入され、主に48号線や109号線で使用されている。C 型。 C2K, ありがとうございます。